私マシモカホが担当させていただきます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、昨日から始まったリレー配信もいよいよ終盤になってきたんですけれども、まあね、この期間に何かできないかなって思って考えさせてもらった時に、ショールームでなんかみんなでできないかなって思って発案させていただきました。はい。でみゆみゆに告知、みゆみゆが告知してくれたりとか、サラがタイムテーブル作ってくれたりとか、みんながすごいいろいろ工夫してくれて、で発信とか皆さんもしてくださったおかげで、昨日はですねこの NGT48 と一緒と今日も家がいいっていうトレンドがツイートというのがつぶやきがトレンド入りしたみたいで、ありがとうございます。とても嬉しい。はい、なので今日もトレンド入りを狙っておりますので、ぜひ皆さんこの配信だったり感想を NGT48 と一緒、今日も家がいいと一緒につぶやいていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。皆さんすごいたくさん来てくださってる。この2分ぐらいの間で1000人ですって、ありがとうございます。はい、どうですか皆さん、お家でも楽しめておりますか。一日 NGT48 と一緒に過ごそうでということで昨日から始まっておりますけれども、どう、楽しい、楽しいですよ。ずっと見てます。よかった、嬉しい。私も結構ずっと見ちゃって、案外時間が過ぎるの早いなって思って、え、夢が10位にいるありがとう、この2日間楽しいよだって、ありがとう、嬉しい。皆さんがそうやって言っていただけるのが嬉しいですよ。はい、なんか新たなみんなの魅力とか、こんなところがあったの、並みのねおたげとか皆さんすごい話題になってたと思うんですけど、あのマナの絵心がちょっとびっくりとかね、あるとそういう新たな発見とかができたらいいなって思っていたので、すごい良かったなって思ってます。そうそう、サーヤの変顔もね、勝手に団長になっちゃって、ありがとうありがとうございます。はい、じゃあね、これもうすぐねこのリレー配信終わってしまうんですけれども、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。はい、そんなところでですね、早速企画に行きたいなと思います。名前で頑張ってトークします、略して NGT で歩み寄作文イエーイ。はい、その名の通りですね、歩み寄作文で自分の自己紹介をしたいと思います。これもね、みんななんかいろんなね発見があって面白かったんじゃないでしょうか。私はなんかあんまり思いつかなかったので普通なんですけれども、早速いきたいと思います。いきます。はい、マシモカホの毎日笑顔で過ごしていますはい、毎日笑顔で、やっぱり笑顔が大事ですので、笑う角には福来たると言いますし、はい、私はみんなの笑ってるところは見たいので、自分も笑顔でいるよう心がけているので、皆さんも笑って過ごしましょう。はい、続きまして、マシモカホの詩。しっかり者と言っていただくことがありますが、全然そんなことありませんはい、すごい研究生とか2期生の中では一番上、最年長なので、しっかりしてるねとか言っていただくことは多いんですけれども、全然そんなことは、めちゃめちゃ長くなってしまったんですけどはい、そんなことはないですので、なんかのほほんってしていきましょう。はい、続いて、あー、静岡県出身です。もうありそうね、静岡もあったわ。はい、静岡もあったね。静岡県出身です追記。はい、続きまして、マシモガホホもっとみんなといろんな夢を、でこれはそのままいくね、叶えていきたい。じゃ、これその次もいきますね。今日の服かわいいよって、ありがとう。次は何が来るか、マシモカホのほ、本当にこれ切実
感が出るよね。はい、もっとなんだっけ、もっといろんな夢を、みんなといろんな夢をたくさん叶えていきたい本当にっていうことで、はい、こんな感じの私の自己紹介、あいうえお作文なんですけれども、その切実感を出してみた。で、これまとめたのがこんな感じです。マシムカホの間、毎日笑顔で過ごしてます。し長い、しっかり者と言っていただくことがありますが、そんなことはありません。も、もっとみんなでいろんな夢をたくさん叶えていきたい、本当に、はいこんな感じです。はい、っていうのもですね、やっぱり研究生だったり NGT48 みんなで見たい見たい景色だったりとか、私もやってみたいこととかたくさんあるので、ちょっと叶えていきたいな本当にという感じですねはい、そんなところです。どうですか、そう、ハッシュタグ本当にとかね、そうそうそう、はい、みんなでファンの方とも一緒に一歩ずつでもみんなとね、夢を叶えられたらなって思ってます。ありがとう死と穂のね、文章量の差って書いてありますけれども、はい、そんなところでですね、続いてのコーナーはですね、こちらのコーナーです。バトンをつなげ絵しりとり、イエーイ。はい、このコーナーはですね、研究生みんなでこの配信で絵しりとりをしてをつなげていってるんですけれども、さっきのね、私あおちゃんの配信も見ていたんですけれども、はい、先ほどあおの配信であおが描いていた絵はですね、こちらです。ちょっと待ってて、みんなに見せるために、はい、この絵ですけれども、あのなんかなんだろう、胃が見えて、お腹が見えてて、ですごく食べ物のことを考えてるんですね。で、このね、髪型とかは私なのか、なんかすごいちょっと前というか2年ほど前の私かなっていう感じで汲み取ったので、これはお腹がいっぱいだったら、多分お腹がいっぱいだと多分膨らんでるから、食べ物のことを考えてるということはお腹が空いてるのかなと私は思いましてお腹が空きすぎて胃袋が透けてきちゃったのかなって思ったので、お腹が空いてる、いや、ここからなんですよ。マシモカホなのかマッシーなのかマシなのか、私青からは普段マシって呼ばれてるんですけれども、おまた落ちた、はい、マシって呼ばれているので、マシモカホなのかマシなのかどっちなんだろうっていうところがあってですね、皆さんはどちらだと思いますか。マシもマシだな、マシ、マシかな、マシかな。で、私はピンときたの、ピンというかなんだろう、結構スッてすぐに来たのがマシかなって思ったので、マシにしたいと思います。ということで、お腹が空いているマシ、しです。はい、しのしから始まる言葉、今考えますね。し、でも静岡しか出てこない。しシンプルイズベストとかね、なんだろう、髪伸びたね、静岡なんだろうな。ということで、今から BGM を流します。
書きやすいやつの方がいいな。しじみって誰が言ってる。なんだろうな。そう、次はひのが書いてくれるから何にしようかな。やばい、待って、考えよう。どうしようかな。よし、じゃあ私今コメント欄からあったのをヒントに。ポニーテールがジグザグ揺れる。しじみではありません。ペン。昨日見てるかな。どうしよっかな。すごいコメント欄が楽しそう。私これ書いとこ、後ろに何を書いとこ忘れないよ。はいはい、書けました。書けましたので発表したいと思います。ヒノにつなぐ絵しりとりはこちらです。はい、こういう感じですね。はい、どうですかね。ちょっとじゃあ今これを写真を撮ってどう捉えるかはね、もう本人次第です。はい、どうなるかな。あ、そうですね。あ、でもあんまりコメント読んでると読んじゃうから読まないようにするね。はい、これをヒノに私は回します。ということで続いての企画に、いや行きたくないな、次の企画に行きたくないな。次の企画に行きたくないな。はい、まあ行きますね。はい、続いての企画は最後の企画です。こちら、無茶でもそうじゃなくてもやりきれリクエストコーナー。はい、先ほどの青の配信でですね、青がマジにセクシーに目玉リレーやってほしいですと言われたのでですね、いやー私勘がシンキングタイムがもう10分ぐらいしかなかったので、もう見ながら、もう青の配信を見ながら、はてセクシーに目玉リレーとはってめちゃめちゃ困ってるんです。困ってるじゃない、どうしたらいいんだろうという、やば、初めて知った、みんなこのタイトルコーナー、コーナー名、いやもう固まりましたよ私。セクシーに、まあ、とりあえず一度目玉リレーをしますね。いきます。
どう？できてた？目玉リレーできてるかな。でこれをこれにセクシーさを足すっていうのがどういうことなの。前髪をかき上げたりとか。うまい、だってありがとうセクシーだった。もうセクシー、もうセクシー、もしかして。あ、下ペロをしながらセクシーにうなじ見せるとか。ある意味もうクリアしてる。いやどうしよう、どうしようかなどうしようかな。まあいいや、とりあえずやってみるね。とりあえずやってみようかな。とりあえずやってみる。どう思う？待って、違う、今めちゃめちゃサクサク進めすぎてる気がするので、ちょっとゆっくりやろうポージングでごまかしたら仕草。ウィンク、最後ウィンク、あ、最後ウィンクね。ちょっと待って、ポニテ持ちながら、考え中今。最後、じゃあ最後はウィンク、待って、最後はウィンクするかもしれないということで待って、いつもセクシーだよって。それはもうバカにしてるよみんな。だって待って、どうしよう、待って考える、真剣に。そうだよ、私いつもセクシーだから、これ普通にやれば大丈夫なんですけどモノマネで、モノマネで、モノマネとは、まあいいや、ちょっと待って、じゃあとりあえずやりますね、やります。むず、なんか思ってたより難しくない？これどう思う？待ってこれさ、これ恥ずかしい。ちょっと分からん、私分かんない、分かんない、どうしたらいいのか分かんない、何が正解なのか分かんない。変顔じゃんって言われてるけどちょっとわかんない、難しい、思ったより難しかった。すっごい今悩んでる。なんかセクシーな、なんか SE とかあるやん、あーみたいなまあ今のがもうやったつもりだった、今のはやったつもりだったのでちょっとやっぱりセクシーというものは出すものじゃなくて醸し出るものなのかもしれませんね。はい、どう？ OK じゃない？今の発言はい、ということで続いてはですね、私は三村ひのに配信を回すんですけれども、そのリクエストをしようかなと思います。はい、これはやったやん、私やったよやったよやりました。はい、ヒノへのリクエストはですね、こちらです。今日は負けでもいいのサビ部分を朗読してくださいというリクエストです。
はい。ヒノは結構ミュージカルが好きだったりとか、楽屋でミュージカルのことを、ミュージカルのセリフとか歌とかを歌ったりとかしたりとか、あとはね、ほら、カンタータの映画のやつでね、やはり演技も経験してるということで、やっていただきたいです。朗読を、サビ部分を、もう本当に、感情を込めてミュージカル風にやってもらえても大丈夫ですし、朗読の字が違うだってごめんなさい、書き直します。あ、ないかも、ペンが今手元にないので、うん、この納豆のしかないので。すごい、みんなごめんなさい、ごめんなさい、もう映さないから、映さないから、私の顔も映さないからはいはい、ヒノに朗読をしてもらいたいです。よろしくお願いします。ヒノちゃん、もう映さないのでめっちゃもうコメント欄全部漢字違うようだったので傷ついたので、もう映さないですはいはい、まあそれは冗談ですけれども、ヒノよろしくお願いします。あの、ヒノはまだ高校生なのでセクシーにやらなくて大丈夫です。ヒノが思う今日負けでもいいのサビを、もう思う存分に朗読していただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いしますはい、あ、52分ですね。どう、そう、ヒノなんかさ、歌うっていうのもありかなって思ったんですよ。でも歌うっていうのはやっぱりカラオケ配信とかよくヒノやってるから、普段やらなさそうなことはなんだろうって思った時に、だから替え歌とかもいいかなって思ったんですけど、うーんって思って、替え歌じゃなくちょっと朗読、上手そう、シンプルに私が見てみたいっていうのはあるのではい、あ、待って、ヒノいる？ヒノちゃんのアバター可愛いって言ってる。どう？あ、いた、承知したって言ってる。よろしくお願いしますよろしくお願いします。はいはい、そう、マシラジの比較みたいで、ね、なんかね、自分の知恵をね絞ってやりました。はい、そんなところでですね、この配信について今日も家がいいと NGT48 と一緒で発信していただけたらなと思います。このね、オープニングでも言ったんですけど、トレンド入りを目指していますので、トレンド入りしていたら私の755に教えてください。よろしくお願いします。はい、であとはですね、研究生で TikTok アカウントを持たせていただいているので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。サラとか、ね、マナがこういう感じだよっていうのを見せてもらったと思うんですけれども、ああいう感じで載せていけたらなと思っているんですが、私はですね、マナの最強ツインテールの動画を見てね、私これできるかなって思って私ちょっと厳しそうだなと思いながら、まあでもね、やったことあることをやったことない、新潟県のトレンドで3位で、本当に本当に嬉しい、マジでやった。そう、ちょっとできるか不安なんですけれども、まあ不慣れなメンバーも多いので、ちょっと温かい目で見ていただけたらなと思いますし、友達とかにね宣伝していただけたらなと思います。はい、それでですね、私の755やショールームのアカウントも、どっちだろうフォローしていただけたらなって思います。よろしくお願いします。はい、もう終わりに近い、このね、日が、うん、リレー配信2日目となってね、終盤になってきましたけれども、でね、あとね、もう2人なんですよ。次は三村ひのからの諸橋ひなたラストですので、あと2人の配信を見て、皆さんもね見ていただけたらなと思いますし、時間があっという間だって、あと55分なので、
はい、こうやってね、なんか2日間で一気にバーってやっちゃったらさ、そのままで、ね、その流れで他の子の配信とかも見れたりするので、このいつもはマッシーの配信しか見たことないけど、この子ってこういう子だったんだとか、こういうイメージだったけど、例えばサーヤとか変顔とかしなさそうだけど変顔するんだとか、そういう新たな発見とかになれたんじゃないのかなって思います。はい、休日にね、休日というかおうち時間のひとときにね、少しでも私たちがね一緒になって、 NGT と一緒っていうのハッシュタグの通りですけれども、なんていうの、みんなの時間にね楽しいって思ってもらえる時間が少しでもできていたのならばよかったなって思います。はい、でもね、みんなもね本当に無茶ぶりとかは、みんなの発想力とか、その答え、それに答えられるぐらいのものとかがあるからこそ、こうやって皆さんが楽しいって思ってもらえているので、私は期待に応えることはできなかったんですし、漢字も間違えているので全然ダメダメなんですけれども、他のメンバーがねすごいもういろんな才能あふれてる子たちだったり可愛い子たちばかりなのでねいい環境に身を置かせてもらえてるなって感謝の気持ちでいっぱいです。なのでこの感謝の気持ちをね皆さんにお返しできたらと思います。はい、あと3分、ありがとうございます。皆さん慰めてください。漢字はめちゃめちゃ気にしてます。はい、私はねすごい気にして根に持つというか、ずっともう引きずるタイプなので、これはもう今日の夜寝るまでずっと、寝たら回復するのでいいんですけど、はい、企画力も全然なので、みんなが本当に面白くやってくれたからこうやって楽しんでもらえてるだけであって、私は全然なんかもうちょっと面白い企画思いつかなかったのかなっていう思うぐらいなので、はい、でこうやって今3500人、4000人近い方が30分の間に見に来ていただくことなんてないので、こうやってリレー配信でいろんな子から流れてバババババって来てもらえるチャンスっていうか、そういうね機会とかもないので嬉しいです。皆さん良い休日をこのままお過ごしください。次は日野のルームで見ていただけたらなと思います。いやー、ありがとうございます皆さん。あと1分、はい、なのでなんかこういう企画やってほしいとか、こういうの見てみたいとかあったら、ぜひリクエストとかしていただけたらなって思いますので、よろしくお願いします。今日の服かわいいって言ってくれたので私はご機嫌です。ありがとうございます。それじゃあ皆さん、次はヒノの配信を見てください。ヒノちゃん、エシリトリ頼んだぞ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。